はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でございます。早速本日も人生に役立つ情報を配信しております。共に学びましょう。ということで本日のお題は、下から上を見て判断するのではない、上から下を見て判断するのだ。あれ、今合ってたかな。下から上を見て判断するものではない、上から下を見て判断するのだ。こちらのお題を今から読んでいきます。どうすればいいのか、どっちがいいのか、どれがいいのか、人生の選択ではどうすればいいのかと迷うことがあります。選択に迷い、判断に苦しむ時です。人に聞いてみたり、判断を伺ってみたりという手段があります。しかし、どんなに人でも、どんなに他人でも、あなたにほどあなたのことを知っている人はいません。自分にはどうなのかという質問に関しては、自分しか答えが出ません。出せません。最終的な判断は、やはり自分次第です。私は仕事でも恋愛でも、どうすればいいという相談をよく受けます。私が答えるまでもなく、各自自分でできる簡単な判断方法があります。上から下を見るという方法です。高いところから低いところを見るということです。視点を高くして考えると、物事の様々な真実が見えてくるようになります。地球は低い位置だと平面にしか見えませんが、真実ではありません。もっと高い位置に上がり、宇宙まで高く上がってみると、地球は丸いという真実を知ることができます。どちらが本当の答えかというと、後者の地球は丸いという答えです。高い位置から見ることで正しい真実が見えてくるのです。目線が高くなり、鳥のように上から下を見れば全体を飛躍することができ、バランスを知ることができます。どうすればいいのかわからないのは視点が低いからです。富士山では富士山ではなんだこれ、レイ読めないから、頂上へはどう行けばいいのかという道のりは分かりません。しかし、頂上からなんて読むんだ、ちょっと待ってください、なんて読むんだこの感じは、頂上からなんて読むんだ、ふもとか、頂上から麓を見れば、より適切な道のりを一瞬にして知ることができます。高い位置からは全体が見えるからです。下から上へは正しい答えが出ませんが、上から下へは正しい答えが出せるのです。低い位置だと全体が見えず、遠くまで見えません。しかし、視点が高くなると、より遠くから見渡せ、全体を知ることができます。正しい判断は、上から下を見て考える方が、より正しい答えに近づくことになるのです。あなたは今、視線が低くなっていませんか？問題にぶつかり、判断に苦しむとき、高い位置から見てみましょう。低いところにいると、遠く見えてきません。遠くが見えてきません。もっと意識を高め、視点を高くすることで、より正確な判断が下せるようになります。今日の格言。視点を高くして考える。なるほど。木を見て森を見ぬ。みたいな、そんな感じかな。なるほどね。全体を見渡せるように。確かに、自分を客観視するっていうのも、そういうのにもつながるのかな。なるほど。視線を変えて、高く、低いところから高く、回り込んで、どんな位置でもいいから、視点を変えて物事を見ていきたいと思います。今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。それではまた、ドロン。